どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを書いております。ノートで左利きのエレンのメンバーシップっていうのをやってて、まあ、これまで書いたやつ、これから書くやつ全部読み放題っていうメンバーシップっていうのを、ノートでやってます。メンバーシップが今月の15とかに1周年迎えるんですね。まあ、メンバーシップの皆さんのおかげで、連載することができております。ありがとうございます。なので、1周年記念で何かやりたいなと思っておりまして、で、まあ、やっぱり左利きのエレン読者に好評をいただいているのが、その、AK5 とかアントレスとか、作るとみんな喜んでくださるので、今回思い切ってそのメンバーシップじゃないと買えないっていうのを作ってみました。ちょっと開けてみます。やっとサンプルが届いたので、私も実物を開けるのを初めてなんですけど、今回も新月と同じリンさんに、作ってもらってます。まず表面、こんな感じです。はい、控えめにロゴ。そして裏面、見覚えありますか？劇中で左利きのエレンというアーティストがニューヨークに現れて、YouTube バイラルムービーでバズって、その後にニューヨークで左利きのエレンをリスペクトする人たちが現れたよみたいな時に、街中にされてる左利きのエレンのフォロワーたちが作った左利きのエレンのグラフィティ、ちょっと分かります？読んでる人は分かりますよね。あれです、エレンが見てなんか有名になっちゃったなみたいな感じのシーンに出てくるやつです。で、今回それを元にして、その私がいつもお世話になってるデザイナーさんが、グラフィックのデザイナーがそれをロゴ化してくれたという感じですね。ここの文字が変わっててチームサウスポーになってると。なので、これを着たら君もチームサウスポーだ的な、そういう特別な AK5 の T シャツです。この AK5 の、 そのタグもついてる特別なその、T シャツではあるんですが、普段 AK5 って今まで T シャツ作った時って、ボディとか生地とかも全部オリジナルで作ってたんですよ。本当にもうなんかその、ちょっとハイブランドとかそういうノリで作ったので原価めっちゃいくんですよ。だから普段、前回の T シャツいくらだっけな、ちょっと忘れたけど、一番は大きく超えるみたいな感じでやってたんですけど、今回はちょっとその、ありがとうの意味も込めてるので、さすがになんか数万円のものをありがとうで売るのはどうかなと思って、なるべくその抑えようと思って、でもかといってなんかペラペラのなんかパジャマにしかならない T シャツ売ってもしょうがないっていう、そこの塩梅で私なりのそのベストなバランスで作ってるつもりです。で、これは既存のボディです。で、ロサンゼルスアパレルっていうロスアパって呼ばれてるメーカーの T シャツになるんですけど、ロスアパは私がもう昔から愛用してるその白 T いいよねこれみたいな感じで着てたやつなんで、ロスアパはいいですよ。結構その超高級品ってわけじゃないんですけど、そのすごい品質いいですし、日々着るにはすごいぴったりな T シャツで、私も愛用してて、結構アメリカのサイトから通販したり、卸してるセレクトショップから買ったりとかしてるんですけど、ロスアパで調べれば多分見れると思うんですけど、ロスアパ自体はおすすめです。フーディーとかおすすめですよ、ロスアパ。今着れないけど暑くて。てな感じで、その好きなボディロスアパで今回オリジナルのグラフィックを、シルクスクリーンで刷ったよという感じで、デイリーユースしていただけるんじゃないかなと思ってます。お求め方法はですね、そのノートのメンバーシップでしか見れないそのノートの記事っていうのが、7月15とかちょうど1周年の日、多分漫画更新の日なんで、それぐらいから販売サイトを貼ります。なのでメンバーシップになってたらその記事が見れるから買えるっていう感じになります。皆さんその気になってるところだと思うんですけど、今回は受注生産です。なので
なんか限定100枚とかではないので、その欲しければ買えます。ただ、販売期間がございまして、7月いっぱいなので、まあ、7月の半ば15日ぐらいから7月30日31どっちか分かんないけど、その2週間の間だけ販売ページが存在して、そこで受注生産しますっていう感じなので、あの欲しければ買えますし、多分確か1人何枚でも買えるはず。まあ別にそんなね、何枚もいらないと思うんですけど、まあなので、あのよろしければご検討ください。そもそもあのメンバーシップって何のためにやってんだっていうのを知らない方ももしかしていると思うんで、ちょっとちらっと話しますと、あのもともとそのケークスっていうウェブ媒体、あのそれこそノート、あのノートのノートって株式会社ノートのサービスでケークスっていうのがあって、そこでまあ連載してたんですけど、あのケークスがまあ廃刊になる、なくなるっていうのに際して、じゃあノートに引っ越してもう自分で直接その読者さんから、まあ、原稿料っていう形でその応援してもらって書こうという形です。なので、あの本当 まさに本当のインディーズ連載なんですよね今。そのお客さんから、まあ、月額でその応援してもらって、それを原稿料として書いている。だから出版社も何もないし、そのどっか企業からそのお金もらってるわけでもなく、本当にお客さんから そのいわゆるダイレクト課金ってやつでやらせていただいてます。なので、あの本当に1年間続けられてるのが本当に嬉しいですし、なんかおこがましいけど、こういう前例をちゃんとうまく活かせないとダメだなと個人的には思ってて、まあ、なのでその漫画って増えたじゃないですか。その、うん、増えた、まあ増えてるんですよ実際。その今までって、僕は子供の時とかはもうジャンプかサンデーかマガジンかとか、なんかああいうさ、あのコンビニに置いてある漫画雑誌に載ってるのが漫画だったじゃないですか。でももう今やそのもうジャンププラスはあるわ、なんだあの LINE 漫画はあるだ、そのアプリでもバーッともう無限にその雑誌的なものが増えて、漫画がもう増えて、何読んでいいか分かんないみたいな。しかもね、あれ皆さんご存知ないかもしれないですけど、実はね、その商業誌とかはあんまやってないと思うんですけど、あの同じ漫画なんだけどアプリごとにタイトル変えてるやつとかあるらしいんですよ。俺知らないんですけど、だからなんかあのこのアプリでは恋愛推しの方がウケるから恋愛っぽいタイトルとか、こっちのアプリではビジネスっぽいのがウケるかとか、なんかそういうアプリごとにタイトル変えたりしてるらしいこともあるらしくて、なんかそう考えると今漫画ってもう読み切れないですよね。って中でお客さんから直接原稿料もらって漫画書いてるって、こんななんかハッピーなことはないなと思って、だからなんか個人的にはなんかそういうインディーズでも書きますって人がもっと増えてもいいなと思ってるんですけど、健康的ですよ。打ち切りになったらどうしようと、まあもちろんそのね、そのメンバーシップがの方がいなくなったら打ち切りというか、ね、連載継続できなくなるんですけど、その出版社の都合とかでなんか新しい漫画が始まるからとか、そういう別の理由で打ち切りにはならないし、何よりやっぱり読者の方が直接応援してくれてるというのはもう目に見えて、数字に見えてっていうか、名前が見えて、なんとかさんっていう、まあ、アカウント名ですけど、名前というかそのアカウント名でなんとかさんがメンバーシップ入りましたとか、こういちいち出るんですよ。この読者の名前が見える連載ってすごい気持ちいいですよ。なんか健康的ですよ。なのであのメンバーシップとか、なんかそういうインディーズ連載する漫画家さんがもっと増えたらね、面白いなとは個人的には思ってますっていう感じで、皆さんのおかげでうまくいってますよという証で、T シャツ作っております。なのでこの概要欄にもリンク貼ってますけども、今から入っても今月入れば T シャツ買えるんで、よろしければ、ご検討ください。でちょっとね、YouTube 自体がものすごい久々で、なんか今さっき見たら3、4ヶ月ぶりみたいな感じだったんですけど、本当に今年は忙しいというか、なんかその新連載の準備やってたんで、なんかまあ忙しいプラス あんまり報告することもないみたいな、なんかそんな感じだったんですけど、まあいろいろその新連載もやってるし、他にもいろいろ頑張ってます。ついこの間ツイートした福岡の
3on3 のバスケットボールチームをアントレスルスポンサーにならせていただいたとか、まあ、他にももうすぐ多分プレスリリースすると思うんですけど、まあなんかまあ端的に言うと私また新しい会社の役員になりまして、新しいビジネスをやろうとしてます。漫画描けって感じで、漫画もめちゃくちゃ描いてる。今新連載、そのやるか決まってないけど、新連載を準備っていう意味だと今3本やってるから、その今じゃ全部やるかは分かんないけど、新連載の企画は3本抱えてたり、4本でした、うん、4本やってるんで、漫画はめちゃくちゃ書いてるんですけど、そういうビジネスもやるよと。でビジネスっつっても別になんかただお金儲けするためになんかね副業で始めましたじゃなくて、ちゃんとなんかストーリーがあるというか、まあ、ちょっとすごいアホっぽい言い方すると、結構世の中のためになる仕事をしたいと思ってて、まあ、詳細はまたプレスリリース出るんで見てほしいんですけど、なんか結構そのいいことやるじゃんみたいな、なんかそういう類のビジネスなので、それもちょっとまたご報告しますけど、まあ、応援してくれると嬉しいなと思ってます。いろいろ楽しく忙しくやらせていただいてるんですけど、ちょっと YouTube の暇がなかったという、まあ、逆にねその毎週更新とかじゃないから、忘れた頃にふわっとなんか YouTube 更新されるんで、逆にチャンネル登録しといてもらえると嬉しいなと思ってます。なんか定期的に更新されないから、更新したら分かるように登録しといてくれると嬉しいなと思ってます。メンバーシップ1周年、ありがとうございます。これからも左利きの連含め漫画家活動その他もろもろ頑張っていきますので、よろしくお願いします。